クムからノッキリアが送られてきた。ノッキリア？名前？なんかよくわからん名前をつけとんやね。悲願の遺跡はポリの荒い磯の先にあるろ。ちょ、この辺にアイテムが、お、あったあった。ああ、こっちからはいけないのね。じゃ、とりあえずこの辺探索してから行くね。フィリアはもう先に旅立ったのかもしれないけど。お。フィーフィー。なんでそんな鳴き声なん？こっちの方とかはいけないのか。なんかこの上から見る映像って見にくいんよね。あ、ここ入れるやん。あ、さっきのおばあちゃん？そうそう、ハプーが向かったのは悲願の遺跡。お、さっきと同じ説明だわ。お、ミルタンク。何？二人でテレビ見てるの？何もついてないよ。お、回復してくれた。ありがとう、ミルタンク。そういえば、あれやんね。モーモー牧場やったっけ。なんかあっこでも回復してくれよったよね。いつの話やねんって感じやけど。お、ウソッキー。ライライ。なんかよくわからん鳴き声がいっぱい。お、これバンバドロの絵や。すげえ。馬ワン。馬ワン。馬じゃないよ、君。ん？なんかいろんなところに出口があるんよね。迷子になりそう。お、ニャース。なんか家の中に、こっちは？あ、なんか落ちとるよ、これ。え、不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。なんか。なんか絵が出てきたんだけど何？ジーナさんからの通信だろ。あなたのジガルデキューブから信号が送られてきたわ。たった今、ジガルデキューブに吸い込まれたのがジガルデコア。セルと共にジガルデの体を構成する不思議な生き物。さらに、コアはジガルデが使える技を記憶していますわ。ジガルデキューブでジガルデに技を覚えさせますな。ジガルデを持ってないんだが。試してみることね、ボンヌシャンス。いや、ジガルデを持ってないんだが。何、ニャース2匹目やしなんか。すごいね、なんかいっぱいポケモン買っとんやね。ポケモンを飼うっていう表現が合っとるかどうかはわからんけど。ここが正面入り口ってことかな。ほう。この辺のなんだ、窓かな。そして畑、お、こんなところにもジガルデが。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。そして向こう側にアイテムがある。お、畑仕事までしてるの？クワクワ。ん、あっこからは出られないのか。ちょ、待ってね。あ、てかせっかくやけんさ、あれじゃない？カイリキー。ん、カイリキーは、あ、これや。カイリキープッシュ。いや、なんかすげえ。なんかさ、こうやって、抱えてさ、病院に運ばれよるみたいな。お、ちゃんと走れるんやね。これは何？別になんもないんか。え、この先行けないの？もしや。くそ、行けない。人間の姿じゃないといけんのか。アイナは光の石を見つけた。お、これもなんか多分進化するやつやね。何タイプ？フェアリーとかそんな感じかな。お、あんなところにジガルデが。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。この緑のやつが、まあ、いつも通りのやつで、さっきなんか、ハプーンの家かなんかわからんけど、あっこで、ゲットしたあの、薄紫というかピンクというか、あれがジガルデコアっていうことかな。くそ、速攻でポケモンが出やがった。お、ペリッパー。でもペリッパーは持っとるけんね。よし、さささっと。くそ、抜けれたと思ったのに。あ、ラッタや、ラッタ。ん？ラッタって私捕まえてないよね。何気に。ほらほらほら、捕まえてないよ。ということで。あ、10万ボルトやっつけてしまうかな、大丈夫？ピカチュウ10万ボルト。まあ、効果抜群じゃないけん。あー、よかった。いい感じやね。エステミタックルってちょっと君。いや、私がせっかくちょっとだけ残してたのにさ、自爆すんのやめてくれるかな。どういうこと？せっかく捕まえれると思ったのに。ビビリ玉を見つけた。ビビリ玉。ビリリ玉の仲間やね。道具じゃないけど、ビリリ玉。はい、来た。今度ステミタックルとか使ったらいかんよ。
もう普通にしといてよ、普通に。ってことで、10万ボルト。大丈夫？セミタックルしか覚えてないとかじゃないよね。ちょっと。いや、でもさっきよりは多めに体力残っとるけん。ちょっと何しよん。反動のダメージでかすぎやろ。自分の体力が残るぐらいの感じにはしとこで。くそー、2回も捕まえ損ねた。で、何？どこに進むって？ポニの大峡谷、悲願の遺跡、こっちか。あんなところにもなんか落ちとるやん。ちょっと待って、あれ、わざましいんじゃない？え、どっから入るのあれ。こっち？え、入れん。あ、なるほど、こっちがあるんや。何これ、何これ。この上に乗れたりとかせんの。せんのか、クソ。なんか乗ってさ、上にふわーって浮き上がるとかじゃない。ほら、こっちから行ける。クソ、野生のポケモン。ラッタだろうね。あ、グランブル来たよ、グランブル。よし。ってことは、ここでグランブルを捕まえて、何やった？なんか忘れたけど、ちょっとポケモン変えるね。あ、変えるねっていうか回復しとこ。すごい傷薬。ん？ちゃんと今やったよね。ここでグランブルを捕まえて、何？何と交換してくれるんやったっけ？忘れたけど。戦う。10万ボルト。ピカチュウ10万ボルト。よし、いい感じ、いい感じ。頭突きは反動なかったか？あ、なかった、なかった、よかった。そして、ハイパーボール。私、ブルーも捕まえてないんやけどな。ブルーなんか可愛いよね。マジかよ。なんか他にさ、使えそうなボールない？ルアーボール違うな。タイマー。リピート。マスター。プレミア。ネット。ネスト。ヒール。スーパー。ダイブ。クイック。ダーク。今夜よね。今夜よね。さあ来い、ダークボールで。捕まえられますように。どうよ、どうよ。なんかちょっと気持ち悪いボールやの。おっしゃ、来た！やったー、グランブルを捕まえたぞ。はぁ、ハイパーボールが一個無駄になった。まあ、捕まえれたけんいっか。お、ヤトウモリがレベル68に上がった。グランブルのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。おー、いいね、かっこいいね。グランブル登録完了。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。グランブル妖精ポケモン。ブルー以上に臆病。見た目とのギャップが受けて若い女性に大人気。ブルー以上に臆病なんや。てか、このグランブルのさ、どこが妖精ポケモンで、どこがどうフェアリー系なんかが全然わからんのやけど。失礼ながら。ね。よし、これでグランブルが捕まえられた。ちょっと待ってね。わざマシン79、氷の息吹を見つけた。お、いいんじゃない？そして、ここから飛び降りられないのか。くそ。あ、てか、これであれよね。リザードンで、ん？リザードンじゃないわ、こっちや。リザードンで、海の民の村へ。せっかくここまで来たけれど。さっきのところにはさ、飛べんのかな？ハプーの家があったとこ。よし、これで一旦帰ってきた。グランブルが欲しいって言ったの誰やった？なんかその辺のお姉さんやったよね。お姉さん、あ、この人や、この人。あんたさ、アママイク欲しくない？こちらはグランブルがいいんだけど。ってことで交換します。よかった、その辺におるポケモンなんやね。アママイクがどんなんかわからんけど。とりあえず、はい、さっき捕まえたばっかりの、グランブルを交換します。あんがと。では、グランブルを大事にするから、アママイクのことよろしくね。どんな子、どんな子？名前的には可愛い系を想像しとるよ。グランブルをクムへ送ります。クムって言うんやね。この交換するときに初めて相手の名前がわかるっていう。なんかちゃんと一応、あ、可愛い、あ、やっぱりほら、甘火事の進化系やんね、あれ。なんか下半身甘火事っぽくなかった？クムからノッキリアが送られてきた。ノッキリア？ノッキリア？名前？
なんかよくわからん名前をつけとんやね。アモンマイクロのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ほら、雨風の進化系、あ、さらに進化するこの子。登録完了。レッツレッツ、どんなポケモンか調べろと。アモンマイコ、フルーツポケモン。いつも元気に飛び跳ねている。元気な姿といい香りで周りにポケモンが集まってくる。あたいのアモンマイコ、独房が飛びっきりよ。草ゼットを持たせているから、ゼットパワーを放すといいわね。なるほど。あれてか、人からもらったポケモンはあれか、ボックスか自分の手元かって選べんかったんやっけ。とりあえずちょっと、そのアママイコとやらを連れて行こうかな。人からもらったポケモンってさ、成長するの早かったよね。アママイコ、レベル43やけん、まあこの辺のポケモンと同じぐらいのレベルやろ。ってことで、キテルグマと交換しようかな。うん、そうだな。オッケー。そしてちょっと回復しときます。ピカチュウが結構ダメージを受けとったけんね。一応回復はしたけど。だってもう一段階進化するんやろ？え、通信とかじゃないよね。なんか三段階の、三段階目は通信みたいなのも多いやんか。ワン力、カイ力、ゴー力とか、石つぶて、ゴローニャとか。あ、やっぱりこの辺いけんのや。くそ。ってことは、またあそこまで行かねばならないのね。頑張ろ。まあでも行き方は分かったし。こっちからやったやつ。すっと行けない。段差があったし、くそ。そしてまたこの辺で野生のポケモンに捕まるのね、私。あ、たまたま。野生のたまたま出てきたよ。なんかね、アローラのナッシーとかはね、よく宣伝とかでも見かけよったんやけど、こっちは見かけてなかった。あ、てか、ナッシーは首が長いけど、たまたまは別に違わんのやね、普通のと。ん？もしや違う？違わんよね。お、いい感じやぞ。いい感じやぞ。捕まえよ。捕まえてほら、首長ナッシーに進化させようや。可愛くないけど。よし、ってことで。ハイパーボールでいけるかな？ハイパーボール。いっけーい。やっぱ新しい場所に来たらさ、いろいろ捕まえてないポケモンがいっぱいおって楽しいよね。おっしゃ、速攻やん。まあだいぶダメージ与えとったもんね。おし、これで。データが新しくポケモン図鑑に登録されるよ。来たー。登録完了。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。たまたま卵ポケモン。6匹で1人前のポケモン。魔剣狩りによく狙われるが、念力を使って撃退する。念力とか捕まえたじゃない。使えたっけ。結構強そう。てか6匹もおったんかな、あれ。そんな記憶もあまりないな。あ、この辺からもう行けたよね。もう無駄に草むらに入るところだったわ。まあ新しいポケモンが出るかもしれんけん無駄ではないか。この辺までシュッて飛んでこれたらいいのにね。じゃあ悲願の遺跡へ。なんか、うおー、こっち向いとった。見えんかった。レアなトレーナー発見。早速コンタクトを取ります。私レアなトレーナー。やったね。なんかそんなオーラ出しとる。ポケモンコレクターの年男が勝負を仕掛けてきた。さあ来いよ。バクガメス。え、何あれ、なんか後ろ向いとる。バクガメス。やっぱポケモンコレクターっていうぐらいやけん、珍しいポケモンを持っとんかな。多分水タイプでいけるでしょう。さあ行け、アシレーヌ。あの子岩系かなんか、炎かな、炎タイプ。まあ、見た目が赤いからっていう理由だけなんやけどね。炎、岩とかそんな感じじゃない？ハイドロポンプ。アシレーヌ、ハイドロポンプ。はい、効果抜群。え、別に効果抜群じゃなかった。マジか。ゴリ押し？
ジジイロン全然聞いたことないんやけど、どんな感じのポケモン？え、かわいい。かわいい。ジジイロンのロンって竜ってことか。いいね、いいね、なんか。アシュレーヌ、ムーンフォース。おじいちゃんの竜ってことね。イエーイ、効果抜群。ドラゴン系にはフェアリーが効いたよね。それはなんかちょっとなんとなく覚えたよ。覚えたよとか言いながら全然違ったらどうしよう。珍しさの理由、分かった気がします？そんな疑問系で言われても。ん？なんかこの辺にアイテムがあるっぽい。どこどこ？ん？どの辺？こっち？ないですけど。ないですけど。あ、ここぐるっと回らんといかんのや。あなた、アローラ生まれではないね。なんとなくだけど、そう思うよ。まあ、そうだよ。引っ越してきたからね、私。こっちの方なんか、目的は。ポニーの荒磯。あ、そっか、荒磯がどうちゃらこうちゃらって言いよったな。あ、ジガルでー。拾えない。あんな近くにあるのに。不思議な生き物がジガルでキューブに吸い込まれた。んで、こっちの方には何もない？何もないんやね。よし、それじゃあ行くか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。